いつも不機嫌な榊さん。どうしたのこれ。別に。何？私恋愛しないので。ある出来事から恋をやめてしまった彼女の心を揺らしたのは10歳年下の彼だった。君は幸せになるよ。シェアハウスを舞台に2人が綴るときめきと感動の物語。だったら俺も恋愛しません。バカじゃないの。水は海に向かって流れる。